どうも皆さん、こんにちは。論文男です。さあ、本日は、身長を伸ばすモーニングルーティーンということで、身長182センチの私、論文男が実践し、科学的根拠のある朝のルーティーンを徹底解説していきます。誰でもやれる、誰がやっても効果のある方法になりますので、身長を伸ばしていきたいと思う方は、ぜひ明日から実践してください。それでは早速行きましょう。まずは、グッドモーニング。朝起きたら健康体、脊柱のストレッチから朝が始まります。寝てる間中、重力の影響を受けなくなった背骨、背筋は最も縦に伸ばしやすくなります。なのでまずは、高重力位での体幹のストレッチです。仰向けの状態から腕を上に上げて万歳ストレッチ。そして、うつ伏せになり、猫の背伸びのポーズ。これをやることによって、肩甲骨の可動性が上がり、一日の姿勢が良くなります。猫背というのは、だいたい身長を3センチほど低くしてしまいますし、体が丸まって成長してしまうと、身長が伸びにくくなってしまいますので、まずは朝起きたら、健康体のストレッチを中心とした、体幹ストレッチをルーティーンにしてください。そして朝のストレッチが終わったら、身長の計測です。朝決まった時間に身長を測ることも重要です。ルーティーンをやる上で、最も最悪なことは、日々の習慣化にできないことです。身長が伸びると分かっているルーティンをやらない。こんな最悪なことはありません。ただ、人というのは生物学的に習慣化が不得意な生き物でもあります。なので、前頭葉をしっかりと使って、意識下に身長ルーティンを置くことによって、毎日実践できるようになるんです。一昔前にレコーディングダイエットなるものが流行りましたが、あれは毎日の自分の食べたものを書いて、自分を戒めることによって、ダイエットを継続できるというものです。なので、身長も同様に、毎日の自分の成長を記録して、何のために身長を伸ばすのか、何をすればいいのかということを戒める必要があるんです。そのための身長の計測、そしてレコーディングが重要です。そして、身長の計測が終わったら、一杯の脱脂粉乳を飲みましょう。牛乳ではなく、脱脂粉乳というのがポイントです。2008年のハーバード大学から、乳製品と身長の伸びに関しての研究が発表されていまして、身長を伸ばすために乳製品に含まれている乳タンパクを取ることは絶対に必要だという結論が出ています。ただし牛乳は乳脂肪が多く含まれていて、飲みすぎは女性ホルモンを増やすことにつながってしまいますので、男にとっての牛乳のガブ飲みはとても危険な行為になります。なので極力乳脂肪を取り除いてある脱脂粉乳が身長を伸ばすモーニングルーティンには欠かせません。そして脱脂粉乳を飲む際に気をつけていただきたいのは、冷たくしすぎるのは NG です。胃を冷やしすぎてしまうと消化吸収の能力が激減してしまって、せっかく乳タンパクを取ったとしても体に吸収されにくくなってしまいますので、できれば常温で、常温が気持ち悪ければ軽く温めて飲んでください。次、脱脂粉乳を飲み終えて水分補給が終われば、次のルーティンは散歩です。朝日を浴びながらの10分から15分の散歩を行いましょう。朝日を浴びることは骨を丈夫にする、ビタミン D を作るのに役立つなんていう話を聞いたことがあるかもしれませんが、身長に関して言えばビタミン D よりも朝日光を浴びることによるメラトニンの分泌がとても重要です。メラトニンというホルモンは思春期の発現を遅くさせて身長を伸びる期間を伸ばしてくれるというデータもありますし、何よりも睡眠の質を上げて身長の天敵である内臓脂肪を激減させる効果もあるんです。だいたい10分から15分ほど日光を浴びるとビタミン D、メラトニンは補給することができますので、帽子なんかは被らずに朝日を浴びてください。そして散歩は成長ホルモンの天敵であるストレスホルモン、コルチゾールを少なくしてくれますので、軽い散歩でストレス解消して増えすぎたコルチゾールを正常に戻してください。この散歩の時に腕を大きく振って歩くと、健康体のストレッチも兼ねてストレス解消を行いますので、朝は日光を浴びながら大きく手を振って散歩をするをルーティンに取り入れてください。そして最後、太陽の光を浴び終わったら次は朝食です。身長を伸ばすためには必ずと言っていいほど朝食は食べる必要があります。そして朝食のメニューに絶対に入れないといけないのがゆで卵です。2016年のアーカンソー大学からは、卵の摂取と身長の高さに関しての研究が発表されていまして、卵を多く食べたグループで身長に優位な伸びが見られたという結論が出ていますので、最低でも1日1つは卵を食べる必要があります。食べ方としてはゆで卵がおすすめです。生卵だと腸での吸収率が落ちますし、焼き卵だとタンパク質を壊してしまいますので、効率よく栄養素を補給するのであればゆで卵が最もおすすめです。以上が身長を伸ばすモーニングルーティンでした。朝起きたら健康体、脊柱のストレッチをし、身長の計測、一杯の脱脂粉乳を飲み、朝の散歩、朝食はゆで卵を食べる。この誰でもできる、誰でも効果のあるルーティンを毎日やることによって、確実に身長は伸びやすくなりますので、
身長を伸ばしたいと思う方は、ぜひ実践してください。概要欄には、この話をもっともっと詳細に説明した動画の URL を関連動画として貼っておきますので、興味がある方はそちらもご覧ください。それでは本日は以上です。またお会いしましょう。バイバイ。本日もありがとうございました。このチャンネルでは論文や本をベースとして生活を豊かにする情報を放送しています。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。